忍川は、三浦哲郎の小説、また、それを原作とした、映画、ドラマ化作品である。小説は、新潮1960年10月号に掲載、同年に第44回、芥川賞を受賞した。映画、忍川は1972年5月25日、公開。俳優座作品、東方配給、モノクロスタンダード作品、平営は、 白鳥の歌なんか聞こえない。監督の熊井は、構想段階では、吉永さゆりを主演に予定していたが、劇中のシーンの問題などから、吉永の親族と圧力を起こし、結局、吉永の主演が実現しなかったばかりか、後に、吉永の母の手記で名指しされ、痛烈に批判されるなど、しこりが残った。最終的に、ヒロイン死の演じた、栗原小牧はそのようし、 演技力と大女優には珍しいヌードシーンが評判となり、この映画は栗原の代表作の一つとなっている。なお、キネマジュンポーの最優秀女優賞では、金差で栗原小牧が伊佐山博子に敗れ、これも映画界で大いに話題になった。1961年1月22日に TBS、東芝日曜劇場枠にて放送された。 キャストスタッフ1962年1月21日に、続、忍川のタイトルで、TBS、東芝日曜劇場枠にて放送された。キャストスタッフ1963年1月20日に、忍川その3のタイトルで、TBS、東芝日曜劇場枠にて放送された。 キャストスタッフ1975年7月7日から8月29日に TBS カオアイの劇場枠にて放送された。キャストスタッフ2000年3月8日に日本の名作朗読機構忍ぶ川のタイトルで文部士にて放送された。 キャストスタッフ http コロンスラッシュスラッシュムービーズドットヤフードットコードットジピスラッシュムービースラッシュ一四三九八四スラッシュしのぶかわ吉永さゆりが候補に熊井ケイの旅市民タイムスしのぶかわ四悲願の映画干賞に熊井ケイの旅市民タイムス別冊宝島に戦後百五十一日本の女優百人ピー六十六 ありがとうございます。